皆さんこんにちは。改めまして、明けましておめでとうございます。 Happy New Year Everyone です。本日1月3日になります。皆さん、どのようなお正月お過ごしですか？我が家は YouTube 関連はまずライブから始まりました。1月1日元旦の夜に YouTube ライブさせてもらいました。お正月のね、みんな家族団らんしてる時だったでしょうけど、たくさんの方来てくれたね。大河くんね、嬉しかったね。大河くん寝たり、あっち行ったりこっち行ったり、うらうらしてたね。そんな感じでね、今年も YouTube 動画だったりライブだったり、いろいろとたくさん変わらず引き続き頑張っていけたらと思います。大河くん、このペースでね、ペース崩さずにやっていけたらなと思っております。今回の動画は年明け一発目、1月もスタートしましたので、ダイエット企画の動画です。前回の12月のダイエット企画が、飲むだけダイエットで体重体脂肪率測って測定するサプリを飲むだけのダイエットなんですが、今回実は前から言っていたアームバランス、ヨガのアームバランスの鶴のポーズの最終形態を行う予定だったんですが、実は中止です。今まで鶴のポーズ3種類2ヶ月ずつやってきたんですね。まずは正面を向いて行う鶴のポーズ、2回目は横を向いて行う鶴のポーズ、3回目は横を向いて行う鶴のポーズで、さらに足をクロスさせて行う鶴のポーズ、これを2ヶ月ずつ毎日の日々のトレーニングとしてやってきたんですが、これ何のためにやっていたかというと、実は今回予定していた最終形態4番目の鶴のポーズを行うためにトレーニングしていたんです。で、いざ今回、本日3日なので、昨日一昨日やってみました。練習してみました。そしたら全くできない。これはポーズが取れないので練習もできない状態です。なのでスタート時にできないから、練習を重ねて結果発表月末にできるようになるものではないんですね。伝わるかな。ポーズが取れないので練習もできない、スタートラインに立つこともできない、そのぐらいできなかったです。残念。567流行る前にジムに通っていた時にできていたポーズなんですね。でもうジムに通わなくなって2年近く経ちますので、そりゃそうだよね、できなくもなるよ。体の衰え、年齢も重ねてるし、ちょっとショックでしたね。できると思ってたので全然歯が立たなかったです。むしろこんなポーズを当時やっていたことにびっくり、驚きました。なので鶴のポーズは皆さんにはね、散々期待させておいてなんですが、3本で終了かな。3シリーズでね、大河くん、鶴の舞終わり。皆さん応援ありがとうございました。で、今回もう新たにね、気を取り直して何をやるかというと、エクササイズ企画ではなく、久々に部分痩せやってみようかなと思います。今回はね、まず最初の部分痩せ、二の腕痩せダイエット行おうと思います。なのでこれから
サイズ測定します。てかくん寒いの？この部屋すごくあったかいはずなんだけど。今毛布持ってくるね。てかくん毛布持ってきたからかぶって寝てな。あったかいでしょ、これで。そんな寒くないはずなんだけど、この部屋あったかくしてるはずなんだけど、ちょっとゆっくりしてて。それでちなみに二の腕のサイズなんですけど、最後に測ったのが去年の4月1日でした。去年の4月の頭の動画、その時に最後に測ったサイズは 25.5 センチでした。このサイズ測定ってね、1センチ2センチずれちゃうと全然変わっちゃうので、まあ大体の感じにはなるんですけど、これがどう変わっているか、一応1年間ずっと筋トレ、腕立て伏せ、あと頭の後ろでペットボトルを持ち上げする腕のね筋肉のトレーニングしてきましたよ。鶴のポーズもそうだ、腕使ってる。どうでしょうか、太くなってるかな。大学サイズ測定してみます。カメラセッティングしました。二の腕、今の状態がこんな感じ。ブヨンブヨン。ブヨンブヨン。こうなるとここでもなんか分かれちゃってますよね。ここが脂肪なのかな。ただ力こぶ作ると割とある。割とありますね。でももっと、もっと向きってなんだけどダメかな。こうやってグッって入れた時がね、ちょっとナルシストみたいなんでやめましょうか。それではサイズ測ってみますね。このサイズを測るのが二の腕が結構難しかったんだ。ちなみにね、大学を見守ってくれてます。高くしてママのパーカーをかけました。どうやって測るんだっけ。もう久々すぎて、4月にやってたんだね。もう1年以上やってないのかと思ってた。びっくりしちゃいました。多分この辺一番太いところで測ってたと思うんですよね。だけどこれ以上上がいっちゃうと肩になっちゃうから、この辺だと思うんだ。ここで測ってみましょう。たゆまないように。よいしょ、難しい。ここかな、もうちょっと上かな、もうちょっと上かな。この辺にしとこうか、この辺にしとこうか。ずれてるな。ああ、グダグダですいません。正月から、正月早々。ここにしよう。はい、サイズは26.5センチ。26.5センチでいいと思います。 26.5センチ、多分そうですね。こんな感じ、今奇跡的に止まってる。ちょっと緩めると27になっちゃうけど、26でいいでしょう。ここで、ここでね、なんか斜めになってる。まあいいか、26.5センチで、 26.5 センチでした。スタート時の二の腕のサイズ、去年の4月1日よりも1センチ増えてましたね。筋肉になってるのかもしれないし、脂肪になってるのかもしれないし、でも去年の4月よりは間違いなく体重体脂肪皮下脂肪率は増えているので、きっと脂肪かな。しょうがないね。大学、あ、大学、お耳がクロンとしてるな。大学、お耳がクロンとしてますね。大学、
右耳くるんとしてるね。待っててくれたな、そこで。あったかくして。うん、いい子、大学。ありがとう。こんなわけで、今月、2022年、一発目のダイエット企画は、サイズ痩せ。サイズ痩せダイエットの二の腕痩せを行います。何を行って痩せるのかは、また後日の動画でご報告しますね。何するのかな、今回は、大学。また運動かな。でももう運動はそろそろネタ切れだよね。何でしょうか。楽しみにお待ちくださいね。どこ行くんだ。それでは今回もうるる最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。